今タクシーに乗って札幌から益城に着きました。1年ぶりの益城でございます。これから益城を少しご案内いたします。皆さん、益城へ着きました。今ちょうどですね、益城の所管別川ってあるんですけども、この上が、果物の町で村で、で今なんと、鮭がですね、この所管別川に上がっております。皆さん見えますか？鮭が、皆さん鮭見えますか？鮭が川を上がっております。見てください。うわ、こんなにいますよ。うわ、向こうの益城の海からずっと登って。見えます？鮭が今川を登って、上まで行って卵を産もうとしてます。すごいです。でこの鮭がずっと所管別川にの上に登って産卵いたします。ぜひ皆様もこの季節益城に来て、見学してみてください。素晴らしいグーです。半端ないです。はい、皆さん、こちらに幻のブドウバッファローということで、もうめちゃめちゃ美味しいらしいです。これね、僕も初めて見たんですけど、これをね、店頭に置いてなくて、お客さんがオーダーしてからカットすると、見てください。ずっと奥の方まであります。こちらの方もほらね、小粒でね、後で食べてみますけど、どんなお味かしら。美味しそうです。益城のバッファローです。はい、皆さん、じゃあ幻の益城バッファローを食べてみたいと思います。この辺かな。
はい、バッファローいただきます。お、甘くてもう絶妙な酸味、甘酸っぱい感じ、これはなかなかね、ない感覚ですね。甘くてす、あの、ま、マシケのね、マシケのリンゴもそうですけど、だってこれ酸味がね、他の地方と違う、素晴らしいバランスのいい酸味が、マシケの果物は効くというのが特徴です。めちゃめちゃトリプルグーです。美味しいです。ぜひ、マシケに来たら、バッファローを見つけて、買ってください。グーです。はい、皆さん。マシケの、ね、美味しい酸味の効いたリンゴです。見てください。この、プリップリした、ね。こんなにあれですよ。皆さんね、マシケの果樹園、もう世界一だと思います。やっぱりこのマシケの、あの厳しい寒さとね、そのこう気候が、その甘酸っぱいというか酸味がね、ひどい、あの程よい酸味の、リンゴがなる理由だと思います。ぜひ皆さん、あのマシケの果樹、今一番旬でございます。あのピーチからプラムから、桃から、ブドウからたくさんたくさんあります。ぜひマシケの果樹園に、カラスもカーカーと鳴いています。来てください。はい、皆さん、マシケの夕暮れの海でございます。駅ステーションの、ロケ地になった場所です。今日はちょっとしけております。15歳まで